3対3と分かれました第12レース内から1番、2番、3番4番、5番、6番です。 スタートしましまたコースアウトを決めたのはスローから1号艇3号艇あたりか1周1マークの攻防です先手を取ろうと1号艇の長い2号艇の馬体差してくる3号艇の西岡がまくりざしてくるがどうかバックステッチの先行争いはわずかに振り切ったか1号艇の長い3号艇の西岡が2番手を続く4号艇の高橋が3番手なおスタートは前提正常でした 2マークをトップでクリアは1号艇の長井か内から迫る4号艇の高橋3号艇差してきた勝か方面帰ってきますが先頭は1号艇の長井です2番手から続くのが3号艇の勝か3番手4号艇の高橋で上位3艇1344番手以降2号艇5号艇6号艇が続いています2周路1マークをトップクリアは1号艇の長井源人気の中心3号艇西か2番手で3番手から4号艇高橋上位3艇134